ゲオルディオス・パパンドレウはギリシャの政治家、同国首相を3期務めた。亡命先で演説するパパンドレウ1888年2月13日にギリシャ南部アハイア県のカレンチで誕生した。青年時代に自由党の指導者エレフテリオス、ベニゼロスの支持者として政治活動に関与した。ポーランド人のソフィア・ミネーコと結婚し、1919年に 長男アンドレアスが、キオス島で誕生した。第一次世界大戦へのギリシア参戦をめぐる政治危機の間、パパンドレウは、新独派の王コンスタンティノス一世に対する、ベニゼロスの最も親しい支持者の一人であった。ベニゼロスがアテネからの逃亡を強いられた時、パパンドレウは、クレタ島まで同行した後、レスボス島に赴いて、反王政の支持者を動員し、またテッサロニキで、 新英政権に対するベニゼロスの反対分子に対抗するための支持を結集した。1921年に彼は辛くも暗殺を逃れた。1923年にベニゼロス派会議員として内務大臣を1924年から1935年にかけて第二共和国時代における他のいくつかの政府の役職を務めた。彼は文部大臣として ギリシアの学校組織を改革した。1935年にギリシア民主社会党を決闘した。1936年、王政に長年反対していた彼はギリシアの王党派独裁者ヨアニス・メタクサスによって追放された。第二次世界大戦中のドイツによるギリシア占領後、主にベニゼロス派からなり、エジプトを拠点とする亡命政権に加わり、 1944年から1945年にかけて首相を務めた。ギリシア内戦が猛威を振るう1940年代後期、彼はギリシア共産党を民主主義に対する主な脅威とみなし、1946年から1952年にかけて複数の内閣に仕えた。パパンドレウは1950年代後期に優勢であった保守党に反対した。 1961年、パパンドレウは中道連盟党を結成することにより、キリシア自由主義を復活させた。1961年の暴力と詐欺の選挙の後、パパンドレウは右翼の民族求心連盟に対して妥協なき闘争を宣言した。彼の党は、1963年11月の選挙と1964年の選挙に勝利した。 息子アンドレアスによって演じられる突出した役割の、ゆえに首相としての彼の革新的政策は、保守層から多くの反対を弱気した。彼は、キプロス共和国の建国につながった中立非合意に反対した。キプロスの二つのコミュニティとの衝突の結果、彼の政府はギリシア軍師団をキプロスに派遣した。国王コンスタンディノス二世は、 公然とパパンドレウの政府に反対し、軍の頻繁な超保守主義的陰謀は政府を不安定にした。ついに国王は中道連盟の分裂を企わって、1965年7月、彼は国防省の統制に関する論争の後に政府を排斥した。1967年4月の軍事クルデターがゲオルギオス・パパドプロスによって主導された後、パパンドレウは逮捕された。 彼は自宅軟禁中の1968年11月に死去した。彼の葬儀は大規模な反独裁運動の最中に行われた。ゲオルギオスパパンドレウは生涯にわたり一度も大ゲオルギオスパパンドレウとは呼ばれなかった。軍政期や彼の死後、彼はしばしばガンマロータウイータデルタイータミュー、カッパローアルファータウアルファーと呼ばれた。 孫のゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウが正解に入ったため、現代イギリシャの著述家の大半は祖父に言及するときは、ガンマイプシロン・ローガンマイオタ、孫に言及するときは短縮形のガンマイオタ、ローガンマと表記する。ありがとうございます。